今回はキャリバーリアルタイム RVE を使って DRC 結果をブラウズする方法を紹介します。これを行うにはキャリバー r v e のライセンスが必要となります。ここではすでにキャリバーリアルタイムの実行が完了しており、多くの DRC エラーがあることがわかります。まず、このボタンをクリックするとレザルトビューイングウィンドウが表示されます。 左側のテーブルには各チェック名とその DRC エラー数が表示されます。クリックすると下のテキストボックスにチェックの詳細情報が表示され、右のテーブルには個々の DRC エラーが表示されます。一つの DRC エラーを選択して内容を詳しく見てみましょう。DRC エラーを選択すると下のテキストボックスに詳細な情報が表示されます。DRC エラーをハイライトするには、 ツールバーのハイライトボタンをクリックします。もしくは DRC エラーをダブルクリックするか H キーでもハイライトできます。この2つの矢印で前後の DRC エラーに移動できます。このボタンで全 DRC エラーがハイライトされ、こちらで全ハイライトが解除されます。以上、ご視聴いただきありがとうございました。皆様の設計に役立てていただければ幸いです。